強さと恐怖が人を支配するんや。極道の意地見せたらんかい。クソ、あいつを黙らせねえと。いいんだ、気が済むまで言わせてやる。おい、まだ庭におるぜ。動けるやつみんな来い。裏切り者ぶっ殺すんや。こいつらの裏切りは何年も前から始まっとったんや。ずっと裏に隠れながら糸引いとった。俺らを踊らせて高みの見物決め込んだったんや。そんな奴らに好き放題されてええんか。言い訳あるかい。解散届け。わしがケツ吹く神にしたれ。登場会のチンカスどもも殺したれ。邪魔するもんは皆殺しや。血の雨降らしたるわ。町場さん盛り上がってきたの。だからこうなる前に黙らせようと。これでいい。あ、全部吐き出させなきゃ、あいつらだって受け入れられやしねえよ。獅子堂も西谷も、言ってみりゃ王道のヤクザだ。力を誇示して周りを操り、てめえの欲望と野心を満たすためには、手段を選ばない。組織としての極道は、ああいう奴を便利に使ってきたはずだ。それを清算しようってんなら、俺たちは真っ向から受け止めて、叩き潰さなきゃなんねえ。引導を渡すってのはそういうことだ。今ここでそんなのね。俺ら以外の誰にできる。用心棒の言う通りや。わしらはあいつら力でねじ伏せてなんぼ。せやろ、堂島さん。これじゃまるで俺だけ臆病もんだ。何言ってる。こいつは全部お前と渡瀬で始めたことだ。日本の二大極道に幕を引く。臆病もんがそんなの思いつけるかよ。わかりましたよ。なら、これが、登場会最後の花火だ。なんや、こいつは。上等やないかい。行くぞ。よっしゃ。一本だ。Thank you.